ちょっと待って。どうも。チュース。ガリレコのお二人。チュース。あれ、ちょっとここ、どこです？説明してもらっていいですか？ちょっとあ、ここ？はい。ここ東京ドーム。はい。あのベンチ側のか。もうあのすぐ隣がもうグラウンドですよね。そうそう。今ちょっとまだ映せないんであれですけど。東京ドーム来てるわ。東京ドーム。あ、一般の人が入れない場所入ってますけど。そう。だから太郎すごいね。いや多分もう入ってるから。いや俺でも呼ばれたんで。俺らのおかげよ。僕あなたたちに呼ばれたんで来たんですけど。特別にね。いや本当はねなかなか。いやそうそうそう。はい、俺らだからもういけだから。はい。ただことじゃないの分かってるし。うんうん、今日何しに来たんですか今日。あ今日、うん。はい。球場来てやることなのかな。これしかない、ね。1個ぐらいしかない。はい。始球式。え？始球式。うん。え？お前らが？うん、あの東京ドームのマウンド立つよ。嘘でしょ、マジで、うん、やば、始球式出んの、うん、え、どうしたその急に。いや動揺するだろ、お前。いや、始球式ないなら別に来ないの。いや、始球式以外の方が来る。そっちの方が来るから。ここ来たからにはもうそれ支給するしかねえだろ。いや、そんなことない。弾を始めるしかねえだろ、うん、いや、それ、いや、普通見に来んねん、みんな観客の方だから、うんうん、あ、そっち側ね。あ、まだそっち側だ。ごめんな、俺らは。え、ちょっと待って、俺らはステージ違うんだ。あとごめん、始球式、お前らだけだ。俺は違うよ。たまは今、はい、着替えてもないんで、あれなんですけど。俺らのもう谷町みたいなもんで、でけえパスしてる人だぜ。俺らゲストパスないから。なんでお前らだけなんだよ、うん、お前らだけで。それはごめん、俺の方が野球見に来てるぞ、下手したら。絶対に。いや、でも俺、小中高野球部だから。古い情報だな、うんうん、古いな情報。今日そのマイクロ持ってきてるから。あ、そうなの、見てよ。え、これ自前なの。いや、そうよ、だって、いや、もちろんその支給とかもあのこれ貸してくれたりするけど、うん、やっぱりさ、まあ投げ慣れてるやつの方がマイグローブでいいか。え、うん、すごすぎる。え、2人でやんのそれ今日。あ、2人でよ、あの、え、今回ね、はい、ガンホさん、はい、うん、スポンサーというか、あるから今回そのロッテの試合だから、うん、これのレギュラー番組のパスポート番組で。そうそうそう。あ、一応それの、そう、まあ、それで呼んでもらったんだけど、あ、うん、それを代表でみたいなことか。あ、そうそうそういうことか。そういうことになる。うわー、やば、呼んでくれよ、俺も呼んでいやいやいや、いるじゃん、投げたかったよ、俺だって。それは無理、1球だけなの今。でも、そうか、確かにな、うん、いや、でもすごいわ。え、ちょっとやばくない正直。もう少しで、あの、ブルペンでちょっと投球練習もして。そうそうそう、うん、ブルペンもいけんの。投げないと、うん、そんなにいきなりいけるわけねえだろ。いきなりな、いきなり投げろって言われて。マウンドの感じとかも久しぶりだから、ちょっと話してね。うわ、もう次元が違う話してるわ。行きたい、行きたい。あー、だからちょっと一応かけてみるか、一応来れるか分かんない。え、無理だったら、うわ、入れなかったらごめんけど。あ、ダメな可能性もあるのか。あ、だってもうブルペンは新鮮な場所だから。まあまあそうか、なかなか来ればしないから、ね、うわ、行きたい、まあ、まあ一応聞いとくか、まあ、いや頼むわ、それはマジで俺行きたいから、本当に。分かんない。え、じゃあもう本当に投げるときに、うん、え、今日普通、え、高いそのままで行くの今日。俺そう、まあこの感じかな。あの、キャラとかなんか持ってこなかった、なんかキャラ系、なんかその、モノマネ系とかの。いや、バスドラムの高井くんで、そうちゃんと食いしん坊でおなじみの。あ、そう、ちょっと、え、食いしん坊で、食いしん坊キャラで、相方のフェニックスが大好きな高井くんでおなじみの。え、全部嘘じゃん、それ。え、そんなことない。食いしん坊でもね、食いしん坊ではあるから。いや、お前虚像で出てんの、お前、バスドラム。大丈夫、プロフィールに書いてあるから、ね、大丈夫か、うん、いける。あ、でもすごい。え、じゃあもう本当に、じゃあ素直に今日投げに行くんだ。うん、まあ、だからアップとかしとかないといけないから、こんなことしてる時間ないんだよ、うん、うわぁ、マジで。いやもうで正直集中してほしい、マジで。そのまあね、これはすごいことだから。ちょっと俺らも割と気合は入ってるから、ね、で俺ら、もう俺も取りに行っていいってことでしょ、それ。あ、そう、撮影許可は一応、うん、俺らが聞いて来たい、行きたいです。いいよ。いや、行きたい。まあ、ちょっと行きたいならいいよ。ちょっと上からなのか、ちょっと鼻につくけど、まあ、行きたいですね。うわ、ちょっとすごいわ。あ、でも、本当邪魔だけはすんなよ。俺ら選手とかいるから。いやいや、そう、あんまはしゃぐのはちょっと違う。いや、そう、正直、めっちゃミーハー感というか、なんか一人だけ一般客混じってるみたいな感じになると初めて。すいません、ごめんな、ごめん。今だけ俺らのステージ上がってきてくれ。
ごめんなさい、ちょっと今ちょはしゃいじゃってました正直今、ちょっと落ち着けてな、まさか東京ドームのこんなとこ入れると思わなかったんで、まあ、分かる、その気持ち分かるけど、分かる、俺らもそのステージじゃないから、そうです、ごめんなさい、すみません、ちょっとはしゃいじゃいました、今日だけはあの憧れるのやめよう、うわっ、憧れるのやめよう、大谷だ、場所大谷が行ってた場所っぽい、なんか、そっか、日本大好き、みんなありがとう、あ、ヌートだ、ヌートと、うわ、最強の2人じゃん、じゃあ、行くか、ブルペン行ってくるわ、うわ、頑張ってきてくれ、ブルペンじゃん、いや、緊張するね、え、来たね、ここまで、東京ドームのブルペン入れるの、いやまさか、ここに来れるとはね、ありがたい、ちょっと待って、お前らす、え、いつからそんな偉くなった、お前らそんな、偉いとかじゃないけど、ね、まあまあ全然ね、うん、あれだけど熱量が伝わったんだろ、すげえじゃん、ごめんな太郎、俺ら先のステージ行くわ、そうマジなんで置いてくんだよお前ら、絶対一緒だろこういう時、まあ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 、じゃあパズドラブだから、まあパ、まあ今日はそっか一応ね、そのだから高橋さんが今、そうそう、今高橋さんの時間、高橋さんの時間もあんだ、そうそう、肩温める、そうそう、うん、確かに結構ちょっと股関節とかも痛みやすいから、いろいろほぐしてたから、すごいぞお前。高橋さんずっと投げてるの。高橋さん。まあまあまあだねやっぱ。え、やってたらしい。うん、え、投げさせてもらった方がいいんじゃないだと思う。まだいい。だから時間もあんまないみたいに聞いてたけど、うん、いいの？まだ大丈夫です。大丈夫。うん。こっちも投げだし。ああそっかそっか、まあ、うん、選手も使うからね。普通に選手来るらしい。あ、やっぱそうか、そういうもんか。うわマジで投げてんじゃん、すごっ、ラストね、座ってもらっていい、はい、うわ、あ、さながらのやつだ、本番のやつだ、すげえ、おー、あ、でもまあまあ届いてるな、野球決定じゃん、あ、小中取れた、そう、はい、やってるんですよ、高井、やってて、はい、今は取れなかったですけど、たまたま今取れなかったまあでも本番投げるだけだもんな、あ、そうそう、本番な、受け取らないんだ、そうだよな、オッケー、じゃあと本番で、オッケー、オッケー、頑張ろう、楽しみだわ、すげえ、こういうのあるんだな、やっぱな、アスカちゃん可愛いな、やっぱすごいな、ちょっと、もうやばい、もうすぐそこよ、すぐそこ、もうスペシャルナイト、やばい、まあ今花束、あ、投げる、もう出るよね、全然もうなんかすごい温まってるわ今肩、やば、結構あの後投げたもん、結構ね、そう、確かにストレッシュ、大丈夫かお前、緊張すんだよ、うん、いけしかないから、うわ、もう高橋さんとアスカちゃん緊張しないでください、アスカちゃんは全然緊張しないで、大丈夫、遅い終わりました、はい、じゃあそろそろ俺パラスタッフ始めてみて、はい、確かにで、準備します、はい、僕らが何とかするんだよ、あー確かにそこはすいません、もう大振りに乗った気持ちで、もう高いがでもガンガン引っ張ってけよお前、頑張れよ、任せてください、あ、すごっ、あ、じゃあ2回目なんだ、2回目、あ、じゃあもうベテランだ、もうノーマンだったら皆さんも勝ったね、うわすごい、ノーバンを決めて、ああそうだ、ありがたいな、いやもう頑張ってこんな、本当にマジで始球式だ、だお前そうやっぱみんなのためにもね、やっぱバチッともちろん決めてくれ、マジで子供もいっぱい見てるし、そうだな、そうやっぱパズドラなんか一番そうよ、見てんだから、当たり前じゃん、頼むな、みんな見てるからね、子供のパズドラのね、やっぱ夢とか背負ってきてるから、うん、そう、あ、もうもうすぐじゃない、もう向くんじゃない、やばやば、いけ、頑張れ頑張れ、いけ、マジですごい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 、すげえ、行ってくれ、マジで頼むぞ、かましてきてくれ、バチッと、お、すごい、お、すごいすごいすごい、あ、いいね、いいね、すごいよ、やばっ、うわ、すごいすごい、あ、映ってる映ってる、
めっちゃでかいぞマジで。すごいな。あれ長田先生と松尾くんは？あれ？確かに。あれ？どっかにいるんじゃない？いつもいないけどね。来てない。長田先生。すごい。今日は我々2人はバンドだから超絶バンドラブのメンバーがお邪魔しております。すごい。はい。たかし君がファーストピッチをやるらしいです。あのたかしが？バンドラはめちゃめちゃうまいんだけど。たかし君の出前どうなんだろうね。今確かに好きだった。違う違う。え、高いです。やってたいです。はい。まあ、たかしさんがちょっと危なかったんですけど。はい。で、さあ、バンドラの日頃の特徴成果、指力を存分に発揮していただきたいと思います。あれ、誰に一言も言われてない。しっかり応援して盛り上げちゃいってよ、頼むよ。じゃあ、大好きチーム、期待してるぞ。あれ、誰にって何も言われてないでしょ。いいですか、どうなったら、いいですか、僕投げて。いいですか、高橋君、今から投げますけど。高橋さん投げるの？ありがとうございます。ありがてー。うわ、なんか、ぬるくもなるせい。それでは、ぬるくもなるせい。ファーストミニセレモニーを行います。バッターに山口浩二選手、キャッチャーに藤原洋太選手、うわすごい、日本選手、あれ僕だけ、また分かってる。では高橋さん、いや高橋君だよ、よろしくお願いいたします。はい、それでは高橋放送機お願いします。さあ、いやーすごかったね。いやちょっと待って待って、いや人いっぱいいてね、いやすごかったね。いやいや、あのごめんごめん、あのしゃしゃがすごい、やっぱね、ごめん、いやすごいすごい、あの喋んないでもらっていい、ちょっと一回ごめん、あのえ、あの始球式、始球式、始球式だってね、あれ高橋さん投げてたけど、うん、えお前らは、俺ら横にいたでしょ。いや、え、お前らが投げんじゃないの？いや、だって始球式って一球だから。うん。うん。いやいや、だとしたらお前、おかしいだろ、これ。え、なんかこれ、なんかマイグローブ持ってっちゃダメなの？いや、これ投げる人が普通持ってくんだよ、これ。いやいや、だってグラウンドだから、うん、野球するならグローブいるでしょ。うん、いや、だとしたらこいつ持ってないし。俺はね、マイグローブないから。俺はあるから。いやいやいや。さっきは借りて、ちゃんと。投げる人なんだって、だから持つの。今回はだからたまたま高橋さんだったけど、うん、いや、はぁ、マジでいや、お前なんか死ぬほど生きてたけど、なんか生きてたというか、なんかお前ら、お前俺のレベルまで上がってこいよみたいな言ってたけど、いや、その気持ちは変わってない。なんかめちゃめちゃ、なんか賑やかしいというか、うん、全然、正直やっぱり いらんかったというか、お前らいや、高橋さん一人でパズドラブっていうのはおかしいそうそうそう、おかしいし、俺らとアスカちゃんがいて、パズドラブとして、いや、アスカちゃんわかるよ、アスカちゃんめちゃくちゃ、普通に花があるからさ、うん、やっぱこういうキモオタクたちはいらないじゃない別にその何ですか、激キモ、キモオタはいらないじゃん、キモオタは別にいらないじゃない、この始球式に。
激キモオタクが投げてる いや違う違う、いや高橋さんだから投げてるから成立してんのよ、うん、お前投げてなくて、うん、なんか本当にぬるっといて、うん、あと一番嫌だったのがお前なんかぬるっとモノマネしたのお前えなんかお前ぬるっとモノマネしたのなんか何がぬるえなんか今日は高橋さん今日高橋さんで言ってたけどなんかお前モノマネするでもなく、うん、なんか変なぬるっとモノマネだけしてぬえあれめっちゃ嫌だったな、うんあれ嫌だったわえなんか どうしたなんかどうしてだよみたいななんかいやいやどうしてだよってないいやだからそのどうしてだよいっぱいお客さんいて ありがてえなそうそうだからお前ぬるっと言ってたからさ、うん、あやばって思ってそれは感謝というかいやいや感謝気持ちだよいや達也さんの感じもちょっとやってたありがてえって思ったから、うん、ありがたいよねぬるものまねもするしものまねじゃないあれ高井として言ったし、うん、いやってかものまねして欲しかったしだったらちゃんとやって欲しかったやばいわマジでこいつなんだよえお前キモタがブルペン入っていいわけねえだろお前なんでキモタなんでキモタさっきのお前二度と入んなよお前マジ東京ドームえ二度と入んなできんだよできこのなんでこのキモオタクたちよえキモタキモそんなつもりない最悪だったよマジキモタよほらだから言ってみろお前えいや、あれ、高橋さんナイスボールだったな。雪も。後でサインくれてもらおう。最悪だよ。あすかちゃん、なんかすごい堂々としてたな。こいつらのインカムだけいらなかったな、マジで。本当にいらなかった。帰りますわ。え帰ろう。もう恥ずかしいから。いや、まだ。試合まだ見てくる。いや、もう恥ずかしいから帰ろう。見てっていいらしいから。いや、もう恥ずかしい、恥ずかしい。一応見てこう。お前 にぎやかし程度のキモオタがやっぱ見ていいわけねえだろお前キモオタダメ帰れよ帰ろうぜもう帰ろう帰れ、はい、帰れまだいるよ俺はキモいな帰れよまだいる帰れ帰ろうもう終わりだおいめちゃめちゃ寝てんじゃんいやいや今日結構飲んでたなお前相当飲んだろうん、お前今日珍しくビールガンガン飲んでたなすごいなんだいや試合も勝ったしな、うん、いやめっちゃ楽しい試合だったから最高、うん、最高やっぱ最高だったな、うん、千葉ロッテ最高だったな千葉ロッテ最高